アレクザンダー・クオファラは、フィンランドのヘビメタルミュージシャン。フィンランドのメロディックデスメタルバンド、チルドレーン・オブ・ボドムのリズムギタリストとして1997年から2003年まで活動していた。チルドレーン・オブ・ボドムでは、ファーストアルバム、サムシング・ワイルドから、ホースアルバム、ヘイト・クルー・デ・ソロルまで参加した。また、チルドレーン・オブ・ボドム脱退後には、ティモラウティアイネンの ソロプロジェクトにも参加した。フィンランド南部の町、エスポー出身。1995年に、イナースットにリズムギタリストとして加入。加入後、1枚のデモテープに参加する。1997年に、イナースットが、チルドレン・オブ・ボドムに改名した後も、同バンドのリズムギタリストとして在籍。その後、2003年まで同バンドのリズムギタリストを務め、 4枚のアルバムに参加した。4枚目のアルバム、ヘイトクルーでスロルのリリース後、チルドレン・オブ・ボドムは初の長期ツアーに出ることになる。このツアーは2003年に始まり2004年末頃まで続く非常に長期なものであった。このツアーでは多くのライブのチケットが完売しており、 北米でのより強い地固めと目されていた。しかし、このツアーでは予想外のアナウンスも行われた。それは、クオファラがツアー中盤に個人的な理由でチルドレン・オブ・ボドムから脱退するというもので予告もなく行われた。あるインタビューでバンドリーダーのアレキシライホは、クオファラの脱退について次のように述べている。そうだな、俺は、 彼のことについて話すときに気をつけているんだ。なぜなら、俺たちの間に悪とかはないんだ。彼は、ツアー生活、つまり、ホテルやツアーバスで生活するようなバンド、ロックンロールのライフスタイルが嫌になったと俺に話したんだ。彼は、その生活にとてものめり込んでいたから、俺には、それがとても奇妙だったよ。彼は、頑固なロックンローラーだったんだが、 突然そのライフスタイルを180度転換したんだ。このすべての状況は新しいガールフレンドを伴っていたんだ。クオファラの脱退後、ライホとシナジーで活動を共にしていたローペラ・トバラがセッションとして参加し、2004年に公認として正式に加入した。2005年にはティモラ・ウティアイ年のソロプロジェクトに参加。ファーストアルバムサービベリーに参加している。その後、 同ソロプロジェクトを脱退。長らく目立った活動は行っていなかったが、2017年にウ,ンウシマーウー島県出身のヘビメタルバンドバロンカンタヤトに加入し、約10年ぶりに音楽業界に復帰した。ありがとうございます。